こんにちは、リアンです。今日もリアンのママと子供のためのバイリンガル英会話へようこそ。 Let's talk with your kids in English。 これはお母さんとお子様のための英会話プログラムです。今日はレッスン3について解説の方をしていきますけれども、もしまだレッスン1と2の方を見られていない方はそちらもよろしくお願いいたします。では今日のレッスン3では挨拶の練習をしていきたいと思っています。皆さんがとても親しみやすい Hello から始まりますので、ぜひお子様と一緒に練習してみてくださいね。それでは始めてみましょう。レッスン3、今日のフレーズは Hello 誰々、 How are you today? I'm fine, thank you の3つのフレーズになります。まず一つ一つを解説していきますね。 Hello 誰々、これはこんにちはという誰もが知っている呼びかけですね。発音は下のへとはの間ぐらいの口の開け方で Hello と言ってみましょう。ここでは息子の名前を入れて Hello Kai と発音してみましょう。そしてその次に来る言葉もまた Hello ですが、今度はお子さんから Hello Mommy、 またはお父さんの場合 Hello Daddy と返してもらいましょう。そしてお母さんがその後 How are you today? と言いましょう。これは今日の調子はどうですか?とか元気?というようなそういう意味合いで使います。発音は下の通り How are you today?ですね。そしてお子さんに前もって練習してもらった Fine, thank you または I'm fine, thank you を言っていただいて会話のキャッチボールが成立します。どうですか?簡単ですね。では実際にお子さんと一緒に練習してみましょう。まず挨拶をする場面から始まります。 Hello 誰々とお子様のお名前を Hello の後につけて言ってみてくださいね。ここでは先ほどと同じように息子のカイの名前を入れて Hello カイと言ってみます。その次にお子さんに今度は Hello マミーと返してもらいましょう。お子さんはどうしても Hello で止まってしまう場合が多いのですが、その後に必ず人の名前をまたはお母さんお父さんのようなマミー、ダディというような単語を入れてもらいましょう。そしてお子さんに How are you today? と問いかけてみてください。そこで前もって練習しておいた I'm fine, thank you または Fine, thank you とお子さんに言ってもらいましょう。さあどうですか?上手に会話のキャッチボールはできましたか?毎日一度もしくは二度使えるフレーズですから、ぜひ日常的に使って習慣化してみてくださいね。それでは実際の練習風景を見てみましょう。元気だね。今日もまた、英会話の、ね、練習をしていきたいと思います。He is my son and his name is Kai. He is 6 years old. はい、Kai Kai. Hello. Hello. はい、6歳の男の子です。はい、そして C is Karin and she is 3 years old. 3歳のカリンちゃんです。こんにちは。こんにちは。はい、ということで今日は今さっきね、練習した Hello っていうのの会話のキャッチボールをお母さんと練習してみたいと思います。まずハローの次にそのハローって言ってる人の名前をつけてみましょう。例えばお母さんにハローって言ったらハローマミー言ってごらん。ハローマミー。ハローマミー。そうです、ハローマミーね。はいかい、あくびしないでくださいね。はい、お母さんがハローかーいって言うとハローマミーって答えてください。はい、僕上手だよ。そう、その後に How are you today?How are you today? と聞くので Fine, thank you! と言ってください。はい、じゃあ Fine, thank you! の練習するよ。せーの。Fine, thank you! Fine, thank you! はい、OK。じゃあそれを
まず、カイ君から練習していきましょう。はい、言えるかな。 Hello, Kai. Hello, Mommy. How are you today? I'm fine, thank you. はい、よくできました。Well done. Very good. Thank you. はい、そしたら次は、カリンちゃんの番です。さあ、上手にできるかな。はい、じゃあやってみましょう。Hello, カリン。Hello, Mommy. How are you today?はい、よくできました。はい、ということでこういう風に毎日練習していきましょう。はい、それでは今日の英会話のレッスン終わります。またね、バイバイ。はい、ということで2人の練習風景を見ていただきましたけれども、もっとこのプログラムについて知りたいという方はどうぞ私のブログbilingualdream.com までお越しくださいね。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。失礼いたします。